You're listening to Shibuya Cross FM.渋谷クロス FM めっちゃ焼きラジさあ始まりました第10回めっちゃ焼きラジありがとうございます。拍手が聞こえてきました。ありがとうございます。ということで、私 MC のですね、昨日まで3連休だったんですけども、インコのピーちゃんとしか会話してません、49歳おたるくんです。よろしくお願いします。さあということでですね、もう自粛も明けまして休業要請も、ね、解除になりまして、私ですね、いち早くライブハウスでのアイドルイベント開催しました。ありがとうございます、ね、ちゃんとソーシャルディスタンスを守りつつやったんですけども、めちゃくちゃあのファンの人が喜んでくれて、久しぶりにあの推しに会えて、嬉しかったです、ありがとうございますと言われましてね、なんかね本当に、まあ、あの席を置いてね少ない数でやったんですけども、まあ、とりあえず成功しまして、この小さな、ね、成功が、ね、これをもとになんか、ね、みんなねソーシャルディスタンスを保ちながら、あもっとこうやればいいライブになるななんてちょっと参考にしていただいて、もっともっとねライブハウスで、いろいろイベントできるように、ね、広がっていってエンターテインメントが盛り上がっていったらいいななんて、思っております。はい、さあということで番組の趣旨を説明しましょう。めっちゃ雪ラジは今注目の女性タレントが多数出演し癒しの時間をお届けする各週50分の生放送番組でございます。今日はですね数ヶ月ぶりになんとミスフラッシュ2020のメンバーが登場します。そしておなじみのミストースポ2020の緑川千尋さんが、アル中ですねこの人はね、そして、ゲストの皆さんが出演してくれるのでお楽しみということでございます。これ楽しみですね。はい、そしてなおこのスタジオの様子はいつも通り渋谷クロス FM のサイトから映像で見ることができますので、見えてますかね、もしよかったらそちらもチェックしながら見ていただけるとちょっとね2倍楽しめるんじゃないかと思います。さあということでいつもはですね この時間はですねめっちゃアイドルの時間というね、私が大切にしている、ね、コーナーだったんですけども、今日はなんと特別スペシャルにですねこのコーナーをお届けしたいと思います。題して実はナックルズの時間どん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 パフパフということで、なおですねこのコーナーの MC はミストースポ2020のこの人です、緑川千尋ちゃんでー、来たー、ありがとうございます。いいです、今日も衣装も清楚な感じで、はいはい、今日はちょっと爽やかめにね、爽やかな患者さんみたいな感じ、ディスってます、絶対ディスってないですけど、いや、はい、ちょっと、はい、僕が大好きなアイドルのコーナーをなくしてちょっと今日はないです。緑川千尋さん何これどんどん侵略してきてるんですか。いやいやいや、そういうこともあるんですよ。いや確かにあのコーナー面白くて大好評ですよありがとうございます。だけどこの脅威でそのうちこれ MC もあなたになるんじゃないですかこの番組。まあまあまあ、まあ、2人でやってくってルートもありますからね。まあまあ最初はそうやって言って徐々に。いや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 、恐ろしい女ですよこれ、まあ、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いいたします、はい。それではここからは実はナックルズの時間ということで、うん、日本の裏社会やアウトロー、うん、サブカルチャーなどを扱う雑誌、うん、実はナックルズの編集者の方をお招きし、はい、ディープな世界のお話をお聞きする特別コーナーです。いやーめちゃくちゃ楽しみ絶対楽しいですよ、ね、これは僕本当にねこういうねディープな世界とかサブカルとかゴシップが大好物なんですよ本当
に大好きで、もう同じくです、はい、もう僕は本当今日神に会うつもりでいますんで、ちょっと楽しみですね。はい、楽しみです、はい、これ、ちなみにこれなんでこのコーナーが始まったんですか。そうですね、私がいつもこちらのめっちゃ陽気ラジで出演している、はいはいはい、あのめっちゃ激推しの時間でですね、はいはいはい、私の大好きな刑務所ですとか、うん、あの私の大好きな刑務所ドヤ街の話をね、はいはいはい、いつもねさせていただいてるんですけれども、うんうん、面白いよね、それをあの番組スタッフさんが聞いてくださって、うんうんうん、もうせっかくならプロの方を呼んでね、もっとディープな話を聞いてみましょうか、はい、ということになりまして、はいはいはい、今日ちょっと特別コーナーを設けることになりました。なるほどね、はい、これは楽しみですね、はい、本物が来るわけですからねついに来てしまいます、ついに登場ですよはい、うん、それでは、はい、ゲストをお呼びさせていただきます。お実はナックルズ編集者のバーガー菊池さんです、うん、どうぞお願いします。よろしくお願いします。バーガーさん、バーガーさんすごい、これラジオだけの人には伝わらないかもしれないですけどね、かなりいい感じです。いい感じのこの威圧感、剣道長崎さんみたいな感じで渋いっすね、なくなったじゃないですか、なくなっちゃいましたけどね、よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします、はい、ちなみに、はいはい、菊池さんは、うん、あの実はナックルズでの編集者歴はどれくらいなんでしょうか。ですね、5、6年ですかね。会社も10年ぐらいですね。5、6年、はい、はい、主な担当ジャンルとかって一応ですね、あの芸能担当がメインでして、芸能最好物ですよ。そうです、芸能裏ネタをちょっと大好物ですね。これ、なんか普通にもう居酒屋とか飲みに行ったりして、ね、ずっと聞いてた話を、お水じゃなくてお酒が ね、 お酒でね、あったらいいんですけども、確かに、うん、では、菊池さんをお呼びして、はい、今日はお話をしていきたいと思います。はい、よろしくお願いします。はい、では今日はどんなお話を聞かせていただけますか。まあ、あのちょっと得意ジャンルの芸能を、はい、それから、まあ、ちょっとナックルズって方はあのエロ系もやってまして、はいはいはい、まあ、おたるさん向けに裏風俗ネタもちょっといいですね。で、 まあ、あと緑川さんがお好きだっていうのは、うん、まあ、あと刑務所ネタ、なるほど、ね、ちょっと、まあ、3つ一応考えてました。芸能ネタか風俗がいいですね僕は。いや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 、まあ、ここは、うん、刑務所ですね。なんで刑務所はあなたもう毎回喋ってるから。おたるさんはいいですか。いやいやいや、聞きましょう。刑務所、刑務所のお話は聞いたね、あなた本当に、はい、うん、よろしくお願いします。めちゃくちゃマニアなんですよね、緑川さんね、刑務所。そうですね、かなり好きですね。です珍しいですよね。頭おかしいんですよ。おかしくないですよ。長年取材してるんですけど、刑務所好きの女の子ってのは初めて。本当ですか。こんなプロの方がいるんですから、初めてお墨付きをいただきました。お墨付き相当変わってるんですよ、あなたは。あのナックルズ毎月ですね、はい、あの刑務所から出てきた人に直撃するっていうコーナーが、うん、あのもう十何年、15、6年ずっとやってるんですよ、はいはいはい、すごい長いですね。そうそう、ちょっと後で見てください。なんか出てきて何されてたんですかとか、はい、今、なんで入っちゃったんですかとか、はい、そういうのをずっと聞いて、はいはいはい、ここちょっと昔の記事なんですけどね、こういうね、はい、なんかこういうアンケートを取ったりとかするわけですよ。面白そう。そう、刑務所で一番欲しかったもんはとかね、所持金はいくらですか、はいはいはい、まあこういうことずっとやってるんですけど、はい、まあやっぱり刑務所は入んない方がいいですよそりゃそうですよ、落ち込みますか。入りたいと思わないですもん。だってやっぱりいいと思わない。え、こういうのってどうやって、え、刑務所出てくる人待ち構えてるんですか。あのですね、これナックルズの新人編集部が全員やるんですけども、あの大体出てくる時間が決まってるんですよ、朝、はい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 、午前中、はい、その話聞いたことが あります。なんか時間が決まってるって。だいたい何曜日の何時とかで大体決まってて、うん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 、それにこう、だから出待ちみたいに僕らが勝手に行って直撃するんですよ、出てきた人って。全くアポなしでガチで。もちろんもちろんもちろん。だから 誰が出てくるかとか分かんないから、うん、まあでも女性刑務所と男性のね、あれは分かれてますから、ちょっとだいたい分かるんですけど、うん、出てきた人に、はい、どうして入っちゃったんですかとか聞いたり。よく聞けるな。そうするとこう人生模様がね、いろいろ答えてくださるんですね、その方たちも。まあ、答えてくれる人と、うん、なんかめちゃくちゃ怒る人と、あ、まあ、普通不審ですよね、この人。あとナックルズっていうのを知ってて答えてくれる人とか、まあ、いろんなパターンが。ナックルズファンが、そう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 、あ、
ちょっと僕もナックラーのイメージで今日あ、本当ですか、これ、はい、いつもと違うでしょ、雰囲気。確かにちょっとナックラーのねちょっと悪みがありますね、ちょっと悪いか、スモーキングキルいやで、まあ、刑務所もいろんな種類があって緩いとこと、はい、まあ、なんていうんですか、まあ、多分お詳しいと思うんですけど、うん、厳しいとこといろいろ、はい、昔、あの、このこれはナックルの記事なんですけどね、はい、あの 天国と地獄、ね、はい、天国と地獄、刑務所の、なんだベスト3、天国と地獄ベスト3っていう、まあ、記事やりまして、はいはい、100人に聞きました、100人に聞きましたじゃねえか、はい、一番緩いのはこの市原交通刑務所っていう、ご存知ですかね。いや全然知らない、知らないですよね、全く知らない。イメージとしてはやっぱ交通刑務所はなんか緩そうだなっていう、緩いっていうのはどう、あの、なんだろう、どう、何が緩いんですか。凶悪犯ではないじゃないですか、うん、結局だから悪い子として、はい、例えば人殺すとか、はい、暴力団とかの人が入る刑務所はあるんですよ、はい、それはそれで、はいはいはい、この市原交通刑務所って、まあ、こういうとこなんですけどね。わあ、初めて見たことない。こういうとこなんです。すごい写真。そうそうそう、あのだから車運転してて、まあ、間違ってね、人を、はいはいはい、あの引いちゃったとか、はいはいはい、そういう方が行くとこで、だからわりかしあのなんていうんですかね、普段シャバだと本当にこう普通の真面目な人が行くところがこの。はあ。一番厳しいのはこの横浜刑務所つって、このなんかめちゃめちゃ厳しいって言われてる。そうなんですか。横浜。うん。うちの。うちの調べでは再犯だらけで、はい、ヤクザもの外国人も相当いるって書いてます。あ、横浜に僕そういう刑務所あるのも知らなかったです。私もちょっとチェックしてなかったですね、横浜は。マニアックですね、このランキングね。確かに、なんか網走刑務所とかそういうのが厳しいのかなって勝手に思ってたら。イメージとしてはね、それが通っててますけどね。そうそう、これがね、網走刑務所は緩いんですよ。ここベスト3、天国の3位に入ってるんですけど。本当だ。なんか先ほど軽く聞いたら緑川さん行ったことあるなんてことをちらっと聞いたんですけど。私行ったの、網走監獄の方ですね。あ、網走監獄ね。はい、監獄の方です。わからないワードが飛び交ってるんですけど、あの博物館になってるのが網走監獄、現在も使われてるのが網走刑務所。面白いな。高倉健さんのイメージがあるから、網走、ね、刑務所って網走番外地の映画のイメージがあって、ね、はいはい、めちゃくちゃ寒いっていうイメージあるんですけど、確かに 今逆に、はい、あの寒いので冷暖房がめちゃめちゃしっかりしてて、雪が入んないようにこう気密性もあって、あのすごくちゃんと。そうなんですね。で、あとご飯も北海道の地のものが出るんで、はい、あの魚とか美味しいんですよ。うわ、最高じゃないですか。最高って言ってんのか分かんないけど、いい、ね、刑務所グルメはやっぱね、興味ありますよ ね。菊池さんもね、お好きってさっき楽屋でおっしゃってたので。なんかそれ全国で統一されてるんじゃないですよね、食べ物、給食みたいな感じで。違います、その土地によって違うんですね。土地によって違うのはありますよ。はぁ、あとだからその栄養バランスがとにかくしっかりしてて、はいはい、3食バランスがいいので、あのプリズンダイエットっつって、ね、あのホリエモンさんが入ってすごくあの刑務所で痩せたんで、あれそうなるんですよ。結局お酒飲めないでしょ、はい、で甘いもんがなかなか食えないってのと、うん、あのご飯の量とかも少ない、まあバランスいいんですよ、だから、うんうんうん、すごく、はいはい、すごくね、10キロくらい痩せちゃうっていう長く入ってると、本当粗食って感じですもんね、はい、うん、まあ、でもバランスがいいので健康にはいいですよね。そうそう、味も美味しいらしいですよ。へえ、もしあれだったら、ね、いや体験したもしあれだったら今の生活の何のために行くんですかそれを。そうですか。面白いな。お正月とか太っちゃうって聞いたんですけど、お正月とかクリスマスは、うん、結局あのストレスがすごい溜まるでしょ、中にずっといるから、はいはい、だからケーキが出たりとか、はい、ちょっとおせちっぽいのが出たりとかするんですよ。だからね、あのその時期はすごい食べちゃうっていう。なるほどね。あとなんか前テレビでこれ多分やったから知ってる方多いと思うんですけど、はい、府中刑務所っていうすごいでかい刑務所が東京にあるんですけど、そこのカレーがすごく美味しいっていう。あ、有名です ね、 ね。知らなかった。有名ですよ。それもう絶対一般の人は食えないんですか。あのね、なんていうんですか、まあもちろん中のそのものは食えないんですけど、はい、例えばあの強制店って、はい、なんかちょっとそういうなあの刑務所の中で作ったものを売ってるとかそういうイベントがあるんですけど、例えば東京拘置所とか、ね、府中も確かやってるんですけど、はい、そこ行けばカレーが、はい、まあちょっとね、本物そのものなのかはちょっと俺もわかんないんですけど、はいはい、一応プリズンカレーって言って、一般の人も食べれる楽しいイベントがすごい
調整店はもうカレーは定番ですから。定番定番。府中はパンがめちゃくちゃ人気で、朝一で並ばないと買えないんですよ。あ、それはその入ってる人が作ってるパンなんですか？それがよくわからないんですよ。でもなんかすごい人気なんですよ。はあ。作ってる、どう、受刑者の人は作るんですかね。どうなんだろうな。なんですかね、受刑者の人はそのパン食えてるんですか？それも謎ですか？それも謎なんです。何なんですか、そのパンは。じゃあもう、もう爆発的な人気なんですよ。はぁ、本当に知らなかった。でパンの販売ですみたいな。中に入る刑務所ってちょっと味が違うとか、その土地のものが、だから網走なんかは本当に美味しいって聞いたことあります。そうなんだ、面白い。ちょっと待ってください。これじゃあ、これアンケート取るために網走に行って、網走の前にいるんですか？いやいや、これはね、いやこれはだから元々刑務所暮らしをした人にいろいろ聞きましたよっていう。なるほど。多分結構いっぱい聞いた、30人に聞いたって感じ。はいはいはい、すごい結構な人数ですよね。謎の人脈で、ね、自分の周りに刑務所入ってる人なんていないですから。いないです、ね、これ30人集めるのも大変じゃないですか。意外とね、いると思いますよ。実は隠してるだけで。うわ、怖っ。同級生とか一人はいると思います。いや怖い、本当。だって芸能人でも、例えばあの薬で入る人、まあ田代さんは特別ですけども、いやもういるわけじゃん、半年1年、はいはいはい、先輩ですか、事務所の。そうですか、元、ね、あー、そうですか、はい、いや元気になってほしいですよね。本当にね、え、悪い人じゃないんですけどね。悪い人じゃない、悪い人じゃない。反省してないんですよ、でも多分。なるほど。じゃあいるじゃないですか、知り合いで刑務所行ったことある人。確かに。じゃあ確かにいた。じゃあ面会に。いや、面会とかもうあれですけど、でもなんかもうずっとギャグばっかやってますよ、そのね、自虐の。自虐の、そうですね、はい、なんか振り切った感じが面白いですよね。出所したら何が一番最初に食べたいですかって、しゃぶしゃぶって言ったりとか。そんなことばっか言って、反省してないんですよ、あの人、本当に。面白い。薬ネタめちゃくちゃ面白かったですけどね。そうですね。だんだん笑えなくなるっていうか、ね。確かに。めっちゃ面白かったですよ。へぇ、面白いなぁ。みたいなね。はい。さんにいろいろね、はい、お話を伺いましたが、ね、え、もう終わりですか？もうじゃあもっともっと聞きたい、もっとゴシップも聞きたいし、聞きたいです。時間が全然足りないですよ。足りない。なんかドヤ街も好きらしいんです。ドヤ街大好きです。いくらでも、ぜひぜひ。これですね、はい、もしよかったらこれ来週発売の最新号なんですけど、来週の 月曜か発売する、はい、あのコロナの裏仕事とかですね。うわー、何これ。歌舞伎町スカウト狩りとか最近あったのをちょっといろいろこうやってますんで。これちょっと話題になってましたもんね、はい、スカウト狩りは、ね、結構れてました。これちょっと置いときますんで。あ、置いてきます。ありがとうございます。嬉しい。また発売されてないやつ。え、うわ嬉しい。お二人に読んでください。レアレア、ぜひ読んでください。ありがとうございます。ありがとうございます。あ、すいません。あ、いいな。どうぞどうぞ。え、ずるいですよ。いや、いいですね。ああ、ちょっとちょっと、このページじゃなかった。これスケベなページでした。あ、いいな。はい、あ、素晴らしい。ありがとうございます。はい、ありがとうございました。またまたぜひね、来ていただきたいです。はい、ということで、本日は特別に、はい、実はナックルズの編集者、バーガー菊池さんにお越しいただきました。はい、どうもありがとうございました。はい、菊池さん、またお越しください。またお願いします。ありがとうございました。ありがとうございます。いやいやいや、もう多分ね、これ、はい、まだまだ序の口でしょ、これ。いや、全然時間が足りないですよ。足りないですよ、ちょっと。なんか3時間ぐらいやりませんか。なんか聞き入っちゃって、3時間ぐらいやりたいね。やりたいですよ、やれそうですよ。聞き入っちゃって、もうまだまだ引き出せますよ、僕多分。ですよね。はい、すごい、さすがって感じでした。さすがでしたね。はい、さあ、じゃあでは最後に、緑川さんからちょっとお知らせ、はい、ありましたらお願いします。はい、私をはじめミストオスポ2020のメンバーは6月13日から6月30日22時まで豪華特典をかけてマシバラにて配信を行っております。はい、期間中に1位に輝くと8月の、あ、これ6月だな、はい、失礼いたしました。期間中1位に輝くと6月のトースポ紙面や、ウェブへの掲載、番組オリジナルジングル作成などの特典が授与されます。はい、詳細は、各自の、SNS などでご覧ください。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。いや、楽しかった。またやりましょう、ぜひね。はい、はい、興奮しちゃいましたね。興奮しちゃった、本当。熱い、体温が上がってきました。こんなに序盤から興奮したの初めてですよ、本当に。ね。さあ、続いてはミュージックビデオの放送を挟んで、ミスフラッシュ2020のメンバーによるめっちゃ激推しの時間です。それでは、緑川さん、曲振りの方、お願いしてもよろしいでしょうか。はい、ニル・ノラフさんで、ヒトデとクラゲです。どうぞ。
ミスフラッシュ2020のメンバー、私日野アリスと、同じくミスフラッシュ2020のメンバーの咲川瑞希。はい、そして小樽でお届けするめっちゃ激推しの時間。プッポ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 ッパシーンってことで、はい、はい、私は今回が3回目の出演なんですけど、瑞希ちゃんが初めてだね。はいはいはい、初めてでとっても緊張しております。あ、みずき初めてだっけ。初めてなんで、できないと、私もおたるさんと一緒にお話するの初めてなんで。そうなんですよ、お会いしてるんですけど、そうなんですコーナーも別だし、そうなんです、同じ番組出てるからって喋ることもないんですよね。そうなんです、なのに最後一緒に写真は撮るそう、なぜかねそうなんです、今日はね、楽しみです。はい、はい、もしかしたらね、私たちのことを知らない人も、うん、見てくださってるかもしれないんで、確かに簡単に自己紹介していきましょうか。はい、みずきちゃんから。あ、みずきちゃんから。はい、みずきちゃんから。はい、ミスフランシュ2020、咲川みずきです。活動拠点は名古屋で、イノセントリリーというアイドルをしてます。そうね、名古屋から来てる、はい、名古屋から来たんですか。名古屋から来ました。僕アイドルめちゃくちゃ好きなんですよ。え、そうなんですか。はい、なんてグループですか。イノセントリリーです。イノセントリリー、チェックしよう。あ、お願いします。すごい。はい、はい、大丈夫。お続け、明日もステージ立つので、ぜひ名古屋に来てください。え、明日名古屋戻って名古屋でステージ。はい、そうなんです。めちゃくちゃ大変じゃないですか。ねー、大変、ハードだよね。わざわざ、ね、ありがとうございます。ありがとうございます、本当に来てくれて。はい、で私も、ミスフラッシュ2020として活動してます、はい、日野アリスです。はい、私は給湯身のスタイルが、はい、売りで、元気なのもかっこいいのもいけるよっていうのが、うん、売りです。うん、で普段バンド、ガールズバンドやってまして、そう、歌を歌ったり、あとお芝居したり、自分なりにですけど頑張っております。知らなかった。そう、バンドやってるんですよ。普通のグラビアの方だと思ってました。バンド先でグラビアがと思って。こんな綺麗なバンドの人いないでしょ。なんか全部褒めてくれるね。大バンズ以来じゃないですか。ねえ、そうなんですか。どういうバンドなんですか。あ、ロックロック。そうですね、え、全部女ですもんね。全部女の子でやってますね。すごい、はい、元気にやってますけれども。めちゃめちゃ興味湧いてきましたね。じゃあ後でちょっと PV を見て。あ、見たいです。すごい、はい、見せましょう、見せましょう。イノセントリリーあるかな。イノセントリリーもね。はい、で、ちなみにね、私が前回出させていただいたのが3月の後半で、はい、なんか約3ヶ月ぶりになりまして。飽きましたね。飽きましたよ。もう寂しかったです。なんで来なかったんですか。いや、だからこういうね、もう状況を見ればね、お分かりになると思うんですけど。そうですね。そうなんですよ。何やってたんですか、その3ヶ月間は。でもやっぱ自粛中で、ミスフラのね、お仕事もね、配信をお家でするぐらいしか、配信か、なくて、もうあとは自分たちそれぞれの活動してたんですけど、こう体、時間いっぱいあるから体鍛えようとか、料理極めようとか、趣味とか特技をなんかやろうみたいな、それなかったんですか。私はなんか DIY をちょっと。あ、すごい。ちょっとやってましたね。じゃあ部屋おしゃれなんですね、結構。あ、なんか私のじゃなくて、お姉ちゃんのを作ってましたね。作らされちゃって。いい妹。あ、あ、そういうの得意なんですね。得意じゃないと思ってたんですけど、なんか意外に家族で一番得意でした。あ、やってみたら楽しいかもね。楽しかった。みずきちゃんは。え、みずきですか。うん、何してた。お家で寝てたですね。だけじゃねえぞ、おい。もったいないな、時間が。いや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 、そんなこと言わないで。何もしてなかったの。でもなんかみんなアイドル動物の森やったりとか。あ、動物の森やってました、うん、やってたんじゃん。 やってましたまあね、せっかくのね、はい、ミスフラの、ね、レギュラーでいただいてお仕事ですから、はいはい、3月、3ヶ月分も盛り上げて、はい、そうですよ、いきましょう。爪痕を残していってください。はい、はい、頑張ろう。あー、かわいい。好きになっちゃうかも。はい、じゃあ次いきます。さあ、ここからはこんな企画に行きたいと思います。はい、私今これにハマってますプレゼン。イエーイ、待ってました。はい、これ私たちのことをですね、もっと皆さんに、おたるさんにも知ってもらうべく、はいはい、私たちが今どんなことに興味があるのかっていうのをね、どんなことにハマってるのかっていうのをそれぞれ発表、プレゼンしていきたいと思います。おー、はーい、行きたい行きたい。
まあね、ただハマってることの話ってちょっとね、うん、長くなっちゃうじゃないですか、はいはいはい、なんで時間区切ってあの1人3分ずつ、うん、なるほど、はい、制限のもとお届けしていきます。いっぱい書いてきちゃった。偉いね、もうカンペすごいね、うん、でもね、これあの、うん、長く話すのは結構ね、うん、書いてあるようにあれですけど、うん、パッと短くするのって本当に難しいし、うん、もうトーク力必要ですから、うん、ハードルが高いぞ。ハードルが高いですよでもこれができればどこでも通用しますから、バラエティーでもどこでも、うん、頑張ろう、はい、頑張る、頑張ってください、はい、で、あの、小樽さんが魅力的な、うん、どっちが魅力的だったかみたいなのをね、はい、判定してくださるということで、瑞希ちゃんです。あ、早くない？あ、まあ、ごめんなさい、早くないですか？まあ、アイドル好きなのは分かりますけど、毎回やるボケなんで、あ、はい、そうなんだ、すみません、大丈夫です、はい、ちゃんと判断しますね、はい、よろしくお願いします、はい、はい、お願いします、はい、どっちからやりましょうか。どっちからやりますか。自信がないので、こういうのはね、先にやった方が得なんですよ。あ、そうなんだ、はい、いただいてもいいですか。どうぞ、いただきます。はい、はい、これ時間とか測んないんですか。測りましょう。測る。じゃあ僕測りますね。はい、お願いします。はい、読めるかな。じゃあ、よーい、スタート。はい、崎川瑞希のハマっていることは、はい、積極的な睡眠です。はい、夏バテになりやすい季節で、夏バテの原因の一つは睡眠不足で、うん、ちょっと待ってください、棒読みすぎないですか。なんかもっとカンペを見てない風にやるんですよ、ね、カンペをチラチラ見ながら、あなた思いっきり読んで、棒読みじゃない。あ、時間がなくなっちゃう。はい、どうぞ。ああ、はい、私は YouTube を見ながら睡眠するようにしています。なんか YouTube を見ながら睡眠すると質が落ちるって思う人も多いと思うんですけど、なんとなんか静かな部屋の中で寝るより、なんか雑音が聞こえる部屋の方で寝た方が質が上がっていい睡眠が取れるらしいです。終わり。いやいや、ちょ、おいおい、まだ1分も経ってないんですけど。ちょっとだってカンペ取られちゃった。よく私からやりますって言えたな、それで。でもね、30秒ぐらいで完結ではあったけど、いや、短く分かりやすく3分かと思っちゃった最初。いいんですか、じゃあこれで終了で。なんかあるかな、もうちょっとほら、睡眠に出て、なんかほら、睡眠でもっとあるでしょ、なんかこう抱き枕こういうのがいいとか、なんか、はい、あの、今日抱き枕をイケアで買おうと思って、はい、原宿、うん、に行ったんですよ。行ったの。なかって買えなかったんですけど。いや、報告じゃないですか、買い物の。抱き枕はでもいつも使ってます。あ、そうですか。大事だよね、抱き枕。私も持ってる。なんかこれがないと寝れないみたいなのあります、うん、なんかよくちっちゃい時から使ってるタオルがないと寝れない人とかいるじゃないですか、うん、そういうのはないんですけど、うん、なんか横向きで何か抱いてないと眠れなくて、またに挟んで、またに挟んで、あ、じゃあ大きいやつじゃないと、大きいやつじゃないとダメなんですよ。今はどういうの使ってるんですか。今はニトリのなんか冬用のモフモフのペンギン使ってます。なるほどね。それをやめて新しいの買い替えてみたいな、うん、そのペンギンのください、僕に。僕が今度は挟むタルさん、えタルさん、次いいですか。すみません、次でいいですか。あの、普通のファンのあれになっちゃいました、すみません、はい、じゃあ、まあ、時間短かったんですけど、終了終了まあ、YouTube を見ながらね、寝るってね、はい、わかりました、うん、じゃあ、はい、お願いします。じゃあここから、はい、あの、ちゃんと、はい、ここでバシッと決めてくれないと多分このコーナーなくなっちゃうんで、はい、やめてよ、はい、みずきちゃんお互いにやろうよ、はい、私ですね、はい、時間計っていただいていいですか。はい、じゃあ測りますよ。じゃあ本当3分ですからね、はい、はい、じゃあいきますよ、よーい、スタート。はい、私なんか結構基本的に広く浅くハマる方なんですけど、うん、はいはい、まあ、どっぷりハマっちゃうとハマっちゃうから自分なりにこう調節してるんですけど、うんうん、まあ、あの、最近ですね、私、あの、舞台に出演することになって、うん、で、あの、路地裏の優しい猫っていう猫の役なんですよ、私。あ、そうなんだ。そう、猫の役なんで。え、にゃーしか言わないの。喋るんです。あ、なんとか、あの、なんとかだよ、はい、歌ったり喋ったりとかするんですけど、はいはい、まあ、やっぱ仕草とか、はいはい、なんかその辺を研究したいなと思って、うんうんうん、まあ、猫の動画とか、うん、もうその辺にいる猫とかを結構見るようになったんですよ、はい、で、私、あの、今まで生き物と共に生きたことがなくて、あの、金魚さえも飼ったことがない。意外、好きそうなのに動物、うん、そうなんですよ、うん、だから、まあ、あの、初めて猫についていろいろ調べたんですけど、うん、猫結構、私犬か猫って言ったら犬かなと思ったんですけど、うん、あ、犬派なのね。でも猫いいなって思っちゃって、はいはいはい、なんか犬って、うん、結構
変なこと言うと人間にこうすごいなんだろうなんだろう媚びてくるじゃないですか。わかります。忠実、そう忠実だから、うん、媚びてくるのが猫はなくて、うんうん、あ私のこと好きなの、あ好きだったらまあいいよみたいな、はいはいはい、まあ着たいんだったらおいでよみたいな感じの姿勢じゃないですか、はいはい、そんな猫が結構あいいなと思って、たまに甘えてきて、そう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 、自分がそう自分が着たい時に来るじゃないですか、うん、あなんかちょっと振り回されたいなって。いやあなたド M ですか。いやなんか何の発表してるんですかここで。いやだからちょっと振り回されたい自分に目覚めてるっていうのがちょっとあって、うん、振り回されたい自分に目覚めている。はいはいはい、そうですね。あでもそれで言うと、うんまあ、ミスフラのメンバーの中だとみずきちゃん一番猫っぽいなと思うので結構あの好きです。振り回しますっていう、まあ、お話でした。何の話ですかこれ。はい、終了。しかも1分も余ってますよ本当に。わーすごい。いやちょっと待ってよ、まあ、結局結論は何なんですか。振り回されることにハマってきている。なるほどね。猫をきっかけにね。猫をきっかけに。なるほど、はいはいはい、分かりました。なんかね、うん、ダメだね、睡眠とね、振り回されるね、うん、ちょっとろくなことしてないからね。ちょっとこの二人は次回来るまでにちょっともう一回勉強してきた方がいいですね。このプレゼンを。あ、プレゼンを。ミストーの人たちはすごいですよ、結構。あ、本当ですか。でもディープな話からいろんなプレゼンしますから。あ、そうなんですね。負けてらんないじゃないですか。あ、そうですね、うん、僕はミスフラッシュ派なんですから。本当ですか。はい、ありがとうございます、うん、ありがとうございます。応援してますから頑張ってください。頑張ろう、はい、じゃあもう判定ですかね。判定です。はい、これはもうね、誰が見ても、うん、まあ、あれですね、うん、じゃあ、みずきちゃんの勝ちで。やったー。はーい、おめでとう。頑張ってほしいって意味も込めて。ちょっとあまりにもひどかったそうかな、はい、毎日睡眠しててよかった。プレッシャーかけていこうかな。なるほど、うん、まあ、プレゼンっていうのね、ちょっともうちょっと学んだ方がいいかもしれない。すいません、もうあまりにもひどすぎて もうおかしくなってきました、僕も。はい、はい、ということで、はい、終わりました、うん、終わりました。それでいいですかね。はい、いいです、はい、今これにハマってますプレゼンでした。はい、じゃあ告知、はい、お知らせありましたら。そうですね、はい、はい、じゃあまず最後にお知らせなんですけど、うん、私たちミスフラッシュ2020のメンバー4人はマシュバラにて定期的に放送を行っています、うん、はい、次回の定期放送は7月15日水曜日20時半頃からを予定しておりますので、ぜひマシュバラホームページおよびそれぞれの SNS などチェックしていただけたらと思います、うん、よろしくお願いします。お願いします。そしてただいま私たちミスフラッシュ2020のね、次の候補生、はい、ミスフラッシュ2021の選考オーディションがスタートしております。はい、今書類審査、面接審査が終わりまして、うん、これからセミファイナルがスタートする、はい、とこなんですけど、うん、今年は応募数も多く、はい、激戦になりそうだそうです。あらまあ、大変だ、はい、なんで私たちの時とは違い、またリモートでね、うん、はい、まあ、こういう感じなので、うん、リモートで行っていくことも多いと思いますが、うん、引き続きぜひマシュバラなどチェックして、はい、応援よろしくお願いします。お願いします。はい、じゃあなんか個人的な告知、みずきちゃんありますか。はい、はい、じゃあ個人的な告知をします。はい、7月19日日曜日フレッシュスペシャル撮影会 in、うん、城山スタジオに出演します。はい、はい、久々の大きな神奈川県での撮影会ということで、うん、とっても楽しみにしてます。はい、やっと家から出れるです。出れるですね、ぜひ、はいね、来てください。はい、はい、終わりです。終わりです。はい、そして私は、まあ、毎週日曜土日に、はい、配信でライブを行っております。うん、よかったら見てくださいというのと、はい、さっきも言ったんですけど、舞台が2本決まってまして、うん、さっき言ってたのが7月の後半に大阪公演、8月の頭に東京公演と行うんですけども、うん、路地裏の優しい猫という、ね、舞台に出演します。はい、もともと春に行う予定だったものを延期して、もともと私がやる役がですね、うん、新垣梨沙さんがやる予定だった役を、ね、はい、やらせていただきます。はい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 、ぜひぜひ皆さん遊びに来てください。よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。はい、はい、ということで、うん、お届けしたのはミスフラッシュ2020日野アリスとミスフラッシュ2020先川瑞希と小樽でした。ありがとうございました。ありがとうございました。さあ、はい、はい、この後は MV の放送を挟んで、うん、めっちゃ陽気ラジエンディングです。では瑞希ちゃん曲紹介お願いします。はい、うん、はい、チェイさんでララバイです。どうぞ。
さあ今回はエンディングゲストにお越しいただいております、シンガーソングライターのみおさんです。どうぞ。こんばんは、よろしくお願いいたします。あ、そういう顔をしてたんですね、はいはい、先ほどご挨拶した時ね、マスクをされてたんで、はいはい、じゃあ自己紹介の方をお願いいたします。はい、都内を中心に活動していますシンガーソングライターのみおです。よろしくお願いします。お願いします。みおさんはおいくつなんですか？今25歳になりました。25、若く見えますね。 ありがとうございます。10代に見えるというのはちょっと言い過ぎですけども。あ、言い過ぎ。ちょっと喜んじゃいました。いやでも本当見えます見えます。ありがとうございます。私の好きな子ボブなんです。あ、僕つい最近ボブになって。あ、それまでどんな髪型してたんですか？それまではもうちょっと髪が長くてっていう感じだったので。よかった、ちょうどこのいいタイミングで、もう今日のためにしてきたようなものですね。あ、嬉しいな。もう僕本当この髪型してたら誰でも言ってくらい好きなんですよ。はい、すごく、はい、ちょっと狙っちゃおうかなみたいなね。あ、すいません、申し訳ございません。はい、ということで、普段はどんな活動されてるんですか？普段は、ライブハウスで歌を歌ったり、はいはいはい、ライブ配信で動画配信で歌を歌ったりしています、うんうんうん、オリジナル曲をアコースティックギターで弾き語りをしています。はいはいはい、なるほどね。なんかこのね、自粛期間中ライブできなかったんですけど、はい、どういう過ごし方というか活動してました？活動はもうずっとお家でこう弾き語りをしながら動画配信をしてました。あと曲作りも結構はかどっていっぱい作ったりしました。でもなんかこういろいろ外行って、はい、なんかこう遊びに行ったりとか、なんかこういろんな経験をしてないわけじゃないですか、その期間中は。そうですね、そういう時ってどういうふうにこの詩とか作るんですか？あ、昔のことを思い出してとかですか？あ、でも結構そうかもしれないです。昔のこととか、こう今抱えてるちょっとモヤモヤした気持ちとか、はい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 、そういうものですかね。なるほどね。そういうのをできたら、そのなんかライブ配信みたいので、みんなに届けたりとか。届けたりとか。なるほどね。そもそもその歌手になろうと思ったきっかけは何なんですか？きっかけは、もともと女優さんになりたいっていう夢があったんですけど、特技がないなってずっと思っていて、はいはいはい、でそのタイミングで友達からギターを借りて、ギターだけずっと練習してたんですけど、路上ライブを一緒にやらないかって誘ってもらったタイミングがあって、はい、でよし、これで特技にかける、こう度胸があるぞっていうところをなんかかけるなと思って、路上ライブをやったのがきっかけで、今日に至るっていう感じです。その女優さんよりその歌を歌うことの方がなんかもう興味大きくなってきちゃったっていうか。あ、そうなんです。いろんな方のつながりとか、こう聞いてくださる方がいっぱい増えてきたりとかして、歌の方がこう繋がってきたっていう感じですかね。でもなんかこうね、歌手の方でもみんな売れてきたら、はい、俳優さんやったりとかやるじゃないですか、はい、そういうのもあります？売れたらまた女優さんもチャレンジしてみたいなとか。いや、もうすごく夢なのでやってみたいですね。はい、なんかこう目標にしてる歌手の方とか、はい、女優の方とかもいらっしゃるんですか？憧れてるのは、歌手の方、バンプオブチキンさんがずっと好きで、こう何度励まされてきたかっていうくらい、すごくいっぱい救われて曲に、なのでずっと憧れの存在ですね。なんかいつかね、共演とかできたらいいですね。もしかしたらこれラジオ聞いてるかもしれないですからね。どうしよう。ねえ、さあ、なんか趣味とか特技とかあります、はい、なんか趣味は、やっぱりずっとテレビドラマが好きで、はいはいはい、ドラマとか、たまに映画を見たりとかするのがやっぱりすごく好きで、で今ハマってるのなんですか、ドラマ？今ハマってるのは、ついこの間まで、のぶたをプロデュースの再放送してたのが、はいはい、堀北ちゃん、はい、堀北真希さんがもう一番好きで。いや、分かる、俺も好きだったんですよ。本当もう死にそうに悲しくなりました、結婚した時は。そうなんですよね、はい、もうそうなんですよ。で、のぶたがやっぱり子供の時に見てたのと、また大人になってから見るのとだと、こうまたちょっと
違う感じ方ができて、うん、すごくハマってます、ね、でもなんかちょっと堀北真希さんに雰囲気似てますよね。恐れ多いです、うん、ありがとうございます。なんか目が2つあって鼻が1つで口が1つですよね。確かに、いや、確かにでもちょっと雰囲気ちょっと似てますね。ありがとうございます、ね、清楚な感じでね、うん、さあこれから今からミュージックビデオを見るんですけど、はい、なんか見どころとか見どころなんかあります、はい、こうアピッときたいみたいな。そうですね、初めてアニメーションをつけていただいたミュージックビデオで、はいはいはい、今まではこう自分がギターを弾いてたりする映像だったんですけども、うん、でアニメーションがすごく曲のこう悔しい気持ちとかくすぶってる気持ちを、うんうん、こうなんていうんですかね、もっともっと心の炎にくべてもっと炎を熱くしていきたいっていう熱い気持ちと、うん、こうそれをこう祈るような気持ちとすごくリンクしていて、はい、うんうん、すごく見てほしいです。映像アニメーションがおすすめポイントです、はい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 、そのアニメとかってなんかこうなんだろう注文というかこういう感じにしてくれみたいなことも言ったんですか。あ、一応曲のイメージとなんか合うようにっていう風にざっくりお伝えさせていただいて、あとはもうお任せしてしまったんですけど、で出来上がったものを見たらあ、はい、もうイメージ通りだみたいな、はい、もうむしろもうイメージを超えて以上以上、はい、以上、以上。はあ、これはじゃあ楽しみですね、はい、ありがとうございます、さあじゃあねそろそろ残念ながらお時間ということなんですけども、はい、まあ、最後にその、はい、ね、ミュージックビデオ、はい、見ながらお別れしたいと思うんですけども、はい、じゃあ美穂さん、はい、その曲名お願いしてもよろしいでしょうか。はい、はい、では、私が歌っている何度でもです、どうぞ。さあめっちゃ良きラジ終了のお時間でございます。エンディングでございます。ということでね、いやーもう今日もね実はナックルズさんとかね本当にミスフラッシュさんとかね今のミオさんとかもういろんな方に会えていろんなお話聞けてめちゃくちゃ楽しかったですね。やっぱいいですね、なんかこうねあのズームとかねそういう配信とかもいいですけどこうちゃんと同じスタジオでいろいろお話できたりね、うん、してこういうのがやっぱしいいですよね。で僕も先ほどオープニングで言いましたけどライブハウスでのねイベントをやりまして、まあ、それがちょっとねきっかけになって新しい形の模索でねいろいろできたらいいと思うし、まあ、ちょっといろいろ言ってくる人もいるかもしれないですけど、まあ、それを怖がってたら一歩踏み出さないねといろいろ新しい文化できないので、うん、一歩踏み出して、まあ、その僕のねやったイベントとかの経験をもとにもっとこうやったらいいんじゃないかとかああやったらいいんじゃないかとかねこういう新しい文化が、また生まれたらいいなと思いますし、うん、もちろん、引き続き皆さん手洗いうがいソーシャルディスタンス保ちながら、またね、新しい世界というか、うん、また頑張ってみんな笑顔でねエンターテインメントの方も盛り上がっていけたらいいなと思っております。はい、さあ、ということで、この番組はですね隔週放送でございます。本当はもう毎週やりたいぐらい楽しいんですけども、次回の放送は来月7月10日金曜日ですね21時からとなっております。はい、ありがとうございます。またね、笑顔で元気でもう観覧もねまたできるようになっていったらいいなと思います。はい、ということで本日はめっちゃ良きラジありがとうございました。またお会いしましょう。さよなら。